闇の力を得た御堂たちによってキプロス王家も最後の時を迎えていた。その陥落寸前の王城で伝説の行進リスクの宿る王子光の巫女が誕生した。巫女は精鋭三勇士に守られて燃え盛る王城から脱出する。だが追って風流将リー・ハイカの使命によって三勇士は瀕死の重傷を負ってしまった。三勇士は最後の力を振り絞り、光の巫女の周囲に結界を張り、闇の軍勢が手を出せないようにした。すべての力を使い果たした三勇士ダニエルは、巫女とキプロスの行く末を光の守護星八極の勇士に託すため、胸にかけていた八極の首飾りを天に放ったのだった。天下無双の怪力ゴンザと頭の回転が速く予知能力を持っているマイマイのプロット兄弟はすでに両親を亡くし、この世に二人っきりの身の上であった。お兄様、私たちもうちょく旅に出なければならないでちゅ。ゴンザ、行けない。お父様とお母様の敵討ちのため。そう、そんなことにこだわってはいけませんよ。これから私たちがじゅるのはみんなの未来がかかっている大事なことなんでちゅ。マイマイ難しい。ゴンザわからない。もうちょくお迎えが来るでちゅ。ほら来ちゃう。わかってますよ。マイマイには時々予知能力が働くでちゅ。伝説の八極の勇士に選ばれるなんてとっても嬉しいわ。
ゴンザ行かない。ゴンザ敵討ちしたい。ナインテールぐらい倒せない八玉の勇士務まらない。それにナインテール周囲といる敵目の前、逃げる男らしくない。わかりました、わかりましたよ。期限は1ヶ月ですからね。それまでに倒すんですよ。まったく困ったもんでちゅ。愛玉を持つ勇士ゴンザプロット、赤玉を持つ勇士マイマイプロット、今宿命により戦いの旅に準ずる。